はい。スター・ウォーズ、えー、3作目を見た話。スター・ウォーズ3作目を見た話。えー、スター・ウォーズっていうのは初期3部作 C56 っていうね、シリーズ。それから、新3部作っていうか、ワン、ツー、スリーっていうね。そういう流れになって、まあ、7、8、9もあるんですけど、あの、初期の、その、お話は C56 から、 始まってるわけねで、後に1、2、3がこう、映像化されて、うん、あんまり評価良くないんだけど、まあ、一応見とくか、みたいな感じで、DVD を買ってね、よく見たりしてるんですね。えー、もちろん、テレビとかで、ちらっとね、見た記憶はあるんだけど、まあ、一回見ただけでそんなに分からないし、えー、子供の時だったらね、なんか戦ってるぞ、みたいな感じで。 だけしかわかんないから、それやっぱ本当にちゃんと見るんだったら大人になってからしっかり DVD とか買ってね、何回も見るっていうのが必要になるだろうし、まあそういう楽しみもあると思うんで、今まで私ね、1と2、1作目と2作目、えー、これをね、DVD で買って見てたんですね。うん。えー、まだルークが出る前なんで、アナキンの、 まあことですか、ねうん、えー、で <laughs> 1と2はねそこまであのー、面白いというか何とか考えさせるというかそういうのはなくてですね、えー、先日買っていスリ3ね、あのー、まあネタバレですけどもダース・ベイダーがなぜど生まれたか。 どうして生ま,生まれたか。うん。ベイダーがなぜ暗黒面に落ちたかってことかね、そういうね、えー、まあ、種明かしの部分があ映像化されてるものが3なんですよね。うん。それでね、私が面白いなと思ったのは、まず一つ軽いところで言うとですね、ヨーダっていましたよね。時代マスターのヨーダ。 ヨうダって、ジェのリーダー的なね、あの存在ですけども、剣も立つし、弁も立つみたいな。うん、人望も厚いみたいなね。はい。で、ヨうダって、C56 では出てきますけど、なんか隠居してますよね。深い森の中みたいなところに隠居してますよね。で、ヨボヨボの老人ですよね。だから、 そのなんて言いますか違うんですよねキャラクターがイケイケのジェダイマスターのヨーダがワンツースリーで出てくると C56 ではもうよぼよぼの引退してるおじいちゃんなわけねこれはその時代が経ってしまったっていうのもあるしでも元ジェダイマスターだから、ね、そんな隠居して隠れてねひっそりなんておかしいでしょみたいなうん さあ、隠居するにしてもですね、やっぱりその、時代の、評議会のね、近くにいるとか、なんか、弟子をいっぱい取ってて、あの、大師匠みたいになってるとかね。じゃなきゃおかしいんだけど、ヨーダはヨボヨボで一人で孤独に住んでて、ヨスティーブみたいな、みたいな、感じになってるわけ。この落差って何なんだろうみたいな、秘密がある、あるんですよね。これ3スリー見ると、ヨーダがね、その、シスっていうね、 暗黒卿みたいな、うん、にぶち切れて殴り込み行ってるんですよね。うん、ヨーダがね、そのシスっていう敵、ね、フォースの暗黒面を使うようなジェダーの敵ですよね。にぶち切れて、直接、ね、殴り込み行ってるんだよね。要するに、あの、暗殺しに行ってるんだよね。で、ヨーダ自身も暗殺失敗じゃんみたいなの言ってるわけだ。暗殺しに行って失敗して、 えー、要するにまあ報復があるだろうし、うん、自分はもう表では働けないからだから引退してるみたいなねそういうことなんですよね私が見た限りではだから本当にそのヨーダのねこの落差というかこれが3見ると理由が納得できるというかね面白いっていうねうんジェ,ダイジェダイマスターがなぜ落ちぼれたかっていう ことはね、明確に描かれていて、そのなんていうか、うん、この敵だからって言ってね、こう切りに行っていいんですかみたいなのもあるし、まあ、切らなきゃ収まらないから切りに行くみたいな、ね、のもあるし。でね、このシスっていうね、暗黒鏡ですけども、あの 悪いんですよね。すごい悪いんですよね。どう悪いのかっていうのも描かれていて、それも楽しいんだけど、えー、アナキンがパドメと付き合ってますよね。で、パドメが妊娠してですね、これで、なんか、病気なんですよね。妊娠に関する病気。で、母体が危ないわけ。子供生まれるかもしれないけど、アナキン、ああパドメ死んじゃいますよ、みたいな。そういう診断が出てて、これ、 自分の愛するパドメが死んじゃうから助けてほしいと。で現、現代の医学、その当時の医学では治らないですね。そこにね、シスがやってきて、こうアナキンに、あなたの奥さん、ね、病気で死んじゃうけど、あの、うちだったら治せますよ、みたいな。そうささやくわけ。で、これ、フォースの暗黒面を使うシスなんで、その、 病気を治す術もあるんだと暗黒面を使えばできるんだみたいな。う本当かどうか分かんないですよ。結局パードメンね死んじゃってるんで死ス、えー、を信じて全部任せてもパードメンは生き残ったかどうか分からない。分からじまいだけど、まあ、とにかく死すの言いぶりではうちいい医者いるから闇医者だけどあの頼んでみるかみたいな感じでそれで。 まあ、それやってもらそれ、パドミ救ってやってもいいけど、お前、あの、暗黒面来いよ、みたいな感じで。うん。フォースの暗黒面いいぞ、みたいな感じで。で、アナキンを誘うわけ。で、アナキンは、時代になろうとしてるね。まあ、弟子みたいなもんですね。パダワンっていうんですかね。うん。時代、一人の時代につい弟子みたいに入って、ちょっと数年間修行したり、技を磨いたり、考え方をね。 教えてもらったりしてでようやく一本立ちして、えー、ジェダイになるんだけどもそのパダワンパダワンを要するに弟子ね新弟子みたいな弟子をねシ,シスがこう目つけて「こいつ使えるな」みたいな感じででアナキンすごいあのー、目かけられてるんですよね、うん、ジェダイから。えー 才能が抜群なんでですよアナキンでもう師匠よりもなんかすごい強いみたいなねあの動きとか見てたらわかるんですよあの飛んだり跳ねたりするまあこれフォースを使ってたんだけど飛んだり跳ねたり避けたりするそういうね、えー、身体操作というか身体能力がすごい高くてジェダ代としては才能抜群でそれでお前あの すごいなみたいな感じでそういう雰囲気なんだけどそれをねシスも知ってですねこいつ使える欲しいなみたいな感じでで聞けば奥さんが病気で子供が生まれそうじゃないかみたいな感じでじゃあちょっとね、あのー、やってみるかみたいな感じでそれでフォースの暗黒面そって、えー、自分の方の弟子にしちゃうわけうんそう暗黒面の レシしちゃうわけね。だからなんていうかあのシスって結構悪いですよね。せっかくジェダイがねジェダイたちがこう全世界にね全宇宙にジェダイのね、えー、網を張ってその子供時代に才能のあるね子供ジェダイはねあの 血液の中に流れる成分とかそういうのがちょっと違うんですよね。で、それはその遺伝の遺伝で流れる場合もあるんだけどなんか突然ボーンってね、えー、その数値が高い子供が生まれたりするわけ。それを見逃さずにですねこうアウいみた見にしてってお前自体の性素質あるからあの修行しろよみたいな感じで。うん。それで弟子,弟子に出て 要するにこれサッカーの才能がある子供をね、サッカースクールとかで全国に網張っといて早めに見つけてもうちょっとうちのあのクラブのねジュニアチームあるから来いよみたいな感じでで誘ってでプロ契約してお金もいいからサッカー好きならできるぞみたいな感じでで世帯がアウト買いしてね育てるわけでその中でピカイチのこう才能を持った子がいて それをね、シスが見てるわけね。でシスが、こいつ暗黒面に落ちする落とす、落とせるかもしれない感じで。で、自分のチーム誘って、えー、悪いことさせるというね。そういうね、なんて他のチームのね、新人を、あの、盗み取るみたいな。そういう悪いことやるわけですよ、シスが。それで、結局アナキンもですね、暗黒面に落とされたって。 で、原因はパドメなんだけどね。パドメが真相だから助けてほしくて、ジェダイの憶恵には反するんだけど、その、暗黒民に自,自ら落ちていくみたいなねそ。妻のパドメが助かるんだったら、どうなってもいいみたいな。そういう雰囲気なわけね。うん。で私がね、その面、面白いと思ったのは、もともとダイの、えぇ、ー、パダワン 弟子,の弟子にあたるね、うちは、確か恋愛禁止だったと思うんですね。パダワンの時は恋愛禁止だったと思うんですね、確か。そういう掟があると思うんですね。で、えー、パダワンにもかかわらずその、パダワン状態にもかかわらず、弟子状態にもかかわらず、アナキンはね、パダメと付き合っちゃうわけ。で、子供までこされちゃうわけね。これって、ジェダイのおきに反してますよね。 パダワンのルールーに反してますよねでもなんかちょっと多めに見てもらってみたいな感じもあるし、えー、この掟きって合理性あるのって恋愛禁止ってねつまりパダワンはまだ未熟だから恋愛禁止っていうね、えー、そういう掟きって合理性あるんですかみたいなアイドルは恋愛禁止みたいなね合理性ないんじゃないのみたいな感じで。 思うんだけど、まあ、ああのー、修行の邪魔になるとかね、そういった合理性あるのかもしれないけど、ま、あそれだったら別に修行ちゃんとやっていけばいいだけだし、うん。なんか、実際に不都合あるんですかみたいな反論が成り立つんだけど、このパドメとね、アナキンのことについては、やっぱ恋愛禁止の起きてって、ここで聞いてくるんだな、みたいな感じで。うん。 これね、アナキンがパドメと付き合ってなかったアナキンは暗黒面落ちてないわけ。ね。で、どういう構造になってるかというと、アナキンっていうのは、時代になりたいから、時代の修行してるから、その、暗黒面に落ちちゃいけないっていう、そういうブレーキがかかってますよね。えー、その師匠とかも暗黒面について話してるだろうし。 これダメだぞみたいな感じで、ね、薬物手を出すなよみたいな感じでね。そういう感じでね。でも奥さんが病気でですねそのなんていうか死ぬかもしれないと。奥さんを守りたいっていうね。で時代になって全世界を守りたい正義を守りたいっていうのは一つアナキンの中ありますよね。それに対して奥さんの命を守りたいっていう、えー、そういう方向性もあるわけアナキンはね。 この二つの大きな、あものが、こう、矛盾するケースがあると。これが今回の3なんだと。つまり、奥さんを守るために正義を犠牲にして自分が暗黒民に落ちなきゃいけない。逆に言うと、私、自分があの正義をね、貫いて暗黒民に落ちないとなると、奥さんが死んじゃうっていう。この矛盾がね、えー、必ず、 起起きると起きるるるとととこもあだからまあジェラのパドワンはね恋愛禁止なんだと、うん、そういうことなのかなと思いますね。